久保さん、みんなの銀行10万、僕も行きました。ようやくですけど。まあ、今回ね、知ってることを広めるだけ。知ってることを広めるだけ。まあ、僕あの、弱小 YouTuber、底辺 YouTuber でねあの、アクセスそんなないですけども、10万超えましたね。知ってることを広め続けました。あの訴え続けました。その結果、もう10万超えましたね。 なんで、まあ、あの最初ね、久保さんね、バンって流して、10万ぐらい超えてて、すげえな、やっぱ久保さんすごいなと思いましたけど、まあ、僕も続けてたら10万超えたんで、はいまあ、僕はね、資金移動せずね、それをスクショでね、あの使うんで、30万までは移動しないです。うんまあ、それは僕は、その、武器としてそれ使うので、だ、うんら知ってることを広めればいいだけなんですよ。うん まずこれをやらないんだったらもちろんねあのそれを広めていく上でいろんなテクニックっていうのはあるんだけどもそもそも論としてし知ってるけど広めないんだったら例えば自分の商品をね、まあ、例えばあなたの会社の商品サービスがありますあなたの会社の商品や、えー、サービスがあってもそれを顧客に、えー、知らせない <laughs> 誰が知るんですかと。 トヨタで新しい車作りました CM もかけません営業マンも知らせませんはい、えー、途中で切れちゃいましたけども、えー、なんだあなたの会社の商品を誰も知らすことがなかったら誰も知らないのであのサービス受けようがないですよねつまりあなたの会社はあの売上げ上げることはできないということですねだって誰も知らないサービスをどうやって入るんですか誰も知らない商品をどうやって買うんですか少なくてもあなたが 知らせなくても誰かが営業マンなり、えー、広告かけなりしてね自社であこういうサービスを持ってますっていうのを広めてるからあれですよあ,あなたの会社の売り上げ上がってるんですよ、うん、もちろんそのもうリピート客でね、えー、もう知ってるっていう人はまたリピート買うかもしれないけど最初は知らなかったわけですよ最初はピンポンで営業したのか分かんないですけどもしくはあのー、なんだ資料持ってて営業マンがやったのか分かんないですけど広告かけたのか分かんないですけど そ,その <laughs> リピートになったお客さんも知ったから買ったんですよ。そもそも知らなかったら買えないですから。なんだから知ってることを広めるだけです。言ってらっしゃい。